はい、皆さんこんばんは。今日もたくさんの方にお集まりいただきました。福島市小山にあります NCV の福島センターからユナテレ始めていきたいと思います。今日はですね、星光太選手そして堀田大輝選手が登場してくれました。今日も張り切って、1時間弱、放送の生配信の後は今日はサイン会とか写真撮影会とか、あとはいろんなことでの謝罪会とかありますんで、ぜひお付き合いいただければと思います。今日もユナテレ、今シーズン6回目です。よろしくお願いします。さあ、改めてお越しいただいたのは背番号14番の星光太選手と背番号1番の堀田大輝選手です。よろしくお願いします。お願いします。声が小さいじゃないですか堀田さん、特に声小さいですよ。いや、全然。お願いします。お願いします。声拾えてますか？大丈夫ですか堀田さん？なんかいろいろあったみたいで。いろいろあって大変だったみたいですけど。なんすか、ね、はい、いや、堀田さん 何シーズン目ですか？福島3シーズン目です。3シーズン目ですか？最近も実家帰ってますか？いや、あ、まあでも岩木線の後帰りましたあ、帰ったの？帰りました。帰ったんだ。はい、犬に癒されに帰りました。なるほどね。やっぱそういう時犬いるとやっぱいいよね。そうですね、うん、改めて良さ感じるよね。はい、うん、光太さんはもう何年目ですか？福島5年目ですね。もう福島人ですよ、あなたは。完全に完全にどうですか、あの日曜の後はどういう風に過ごされてますか？日曜の後ですか、ええ、いや、ゆっくりしました。もう、もう、はい、もうゆっくりしようと。もう一人でゆっくりしました。一人でね、はい、ちょっとたまに出てくるんだけど、光太ってさ、例えばオフとかあったら誰かと飯食い行ったりするの？いや、しますね。誰と行くの？最近だと、まあ、ケンタとか。おー、坂さんとかは。ケンタって同い年ぐらいなの？いや、全然下っす。結構若いよね。4つかな。結構下っす。あ、そうなんだ。はい、ちゃんと交流してんのね。してます。あいつ面白いですよね、結構いや、あの静かにボソボソって話拾ってない、拾ってだけじゃないです。あの、ケンタにも悪いしせっかく名前出てる。夫の、俺は実家だったけどね。はい、まあ、なんですかね、ミンジュンというのと。あ、キーパー組で。はい、結構飯食いに行ったりはします。そうなんだ。めちゃめちゃ食うんで、あの、ユノが特に。へー。だからもう食べ放題一緒に連れて。あ、しゃぶしゃぶ。食べ放題の方が安心するよね、確かにね。普通にスーパーで買うよりもそっちの方が。いや、もう自炊もあいつするんですけど、普通に 2,3,000 円いくんですよ、あの肉とかもいっぱい買って。一食？一食でだからそれよりはもう、あの、そうだよね、連れてった方が。で、ミンジュンは逆にこう、うん、甘いものが好きなんで、ちゃんとご飯食べなかったりするんでちょっとその指導も兼ねて、お前さ、ちゃんと食べろって。そんなチョコばっかかけてんじゃねえよっつってミンジュン可愛いんだね。可愛いっすよ、ほんと女の子みたいなミンジュン日本語は？は少しずつって感じですね。あ、そう、はい。じゃあ3人でいるときはあれだ、日本語で。日本語で、で、ミンジュンに直接なんかこう問いかけるときは、うん、イノ経由で、うん、こう韓国ハングル、あ、はい、でこういろいろちょっと会話して通訳してもらって。へえ。あとあれだろうね、堀田の悪口言うときはハングル2人でもうめちゃめちゃハングルケラケラ笑ってそれは通訳してくれる。で、何で言ってんのって言っても、まあイノはそこ聞かして日本語でなんか違うこと言えばそうだよねそうだよね。あ、でもこいつらなんか言ってんな俺のことみたいなのは雰囲気でわかるよね、大体ね。あと練習中は深さんのこととかキーパーコーチとか言ってんじゃねえかなと思います。多分言ってるだろうね、はい、不可のことは言ってると思う。さあ、まあ、じゃあ、あの、生活は大丈夫だっていうことでね、皆さんご安心ください。さあ、やっぱ今日これは、あの、外せないんじゃないかなっていう会話がありまして、ちょっと聞きたいことがありましてね。その後の話じゃなくて、まあ、その中の話といいますか、日曜日の1時から3時ぐらいまでの間のあの話をちょっと聞きたいなと思うんですが、光太さん入りは良かったですよね。そうですね、まあ、立ち上がりは悪くなかったと思います。ちゃんとボールも回して。そうですね、やりたいことはまあできてたんじゃないかなって。チャンスもね。そうですね、チャンスも作れてました。ビッグチャンスもありましたね。ビッグチャンスもありましたね。あれ、あーなんて我々も結構こう見ててワクワクするような入りでしたよね。リーグ戦の中でやっぱ選手気合入ってんなと。堀田さん何分ぐらいですか、あの、それが急激に変わったのは。リズムが
まあ、出店してからですね、30分ぐらい。30分ぐらいですね。あの出店が、僕も運営の方にいたんで、あれだ、どうしたん、どっちになるんだ、現場にいた方は多分お分かりだと思うんですけど、結構記録が遅かったでしょ、発表するのが。あのゴールがどっちだっていう。でそれは、いや、いわきの選手のゴールなんじゃないか、でオウンゴールなんじゃないか、でこれでこう迷ってまして、運営さんもですね、いつもの運営さんじゃないから、ユナイテッドのリーグ戦の運営であればもう慣れたものといったらあれですけど、こう結構乱暴に聞けたりもするわけです、放送部とのやり取り。でそれがこう違うところです。大人の方は分かると思うんですが、初めてこう仕事するクライアントさんだとですね、そんなこと言えなかったりするじゃないですか。でこう待ってたんですけ ど結局何でしたっけ、オウンゴールになったんだっけ。あれそうです ね。さあ、それは一番近くで見ていたであろう堀田さん、あれはどうだったんですか。どうだった、はい、オウンゴールでよろしかったんですか。オウンゴールですね。最初にいわきの選手が、はい、さかすめて寺も後ろにヘディングしたんです。ああ、なるほどね。だからいわき側から見れば確かにこう選手のヘディングシュートみたいな見えたわけだね。そうですね。あれ皆さんスタンドだとはっきり見えたんですか。あ、はっきり見えたらね、あ、誰のゴールだってすぐ分かったわけですね。あ、テラのオンゴールということで。まあそうですね。でそれを俺堀田さんもでも取れたっぽかったじゃないですか。いやー、まあ取れたっていうか、まああのその前今あれコーター的にはあれみたいな感じのピッチに出たでしょ。まあ、角度的にちょうど俺見えたんですよ、うん、全部全部見えたの、ま、全部見えました、ね、一部始終、一部始終っていうかもう全部ですね、うん、いや、まあ、僕はなんか放送でね低いからねそんな見えないんだけど、あれあれ夫さんあれコロコロコロみたいな。そうですね、いろいろ頭の中でいろいろあの瞬間、はい、結構いろんなこうあったんです、はい、あって、いやもうねここで話すとすっきりすると思うからもう話すわ。もういや、まあ、本当にもう言い訳みたいになっちゃうからあんま言いたくないんですけど、はい、言い訳しましょう。いや、なんか、はい、まずテラがこうジャンプするのが早かったんですよ。あーボールに対して、はい、だからそのままヘディングできずに後ろに来るか、はい、もしくはこう上に上げるかと思ったんですよ。あそのカバーをしようとして僕はちょっとこう前に出ちゃったんですね、うん、出てっていうかその姿勢が、はい、でボールがもあそこに来ちゃった時に、うん、その出てた分普段こういるポジションからちょっと違う視点から見たことで、うん、ちょっと出ると思ったんですよ外に、うん、かポスト当たるか、うん、それでその時に考えてる時にちょっとこうスピード緩めてしまってで入っちゃったみたいな感じですね。コロコロコロと。そうです、事実はそういうことでございました。皆さん、すっきりしましたね。いや迷いが出たんですね、いろんないろんな2人の迷いが出ちゃったってことですかね、はい、あれ、コートさんはテラが首を振ってたところも見てたっていう。そうですね、思いっきり前に、まあ、じゃあ、まあ、もちろんね、後ろに反らすっていう選択肢はあんまりないもんね、はい、それがあったんですね。そういうことですね、それがありまして、そこからこうリズムがですね、もう相手チームになりました。これやっぱり受け身になっちゃったってこと。多分いわき FC のスイッチが入ったっていうか、もっと前から行こうっていう感じに入ったことによって、はい、もうあっちのペースになったって感じです。もう、ということでした。ということで、3人で謝りましょう、どの角度でいいですか。これでいいですか。はい、いろいろすいませんでした。リーグ戦に集中していきたいと思いますね。もうそこは、はい、癒されたらしいね。そうですね、はい、癒されたでしょ、はい、あとコータは淡々としてるでしょ。淡々とは してていいんですかね。いや、かなり悔しかったですけど。いや、それはさ、あれロッカールームはどんな感じだったんですか。聞いちゃいます。試合前はですね、まあ、僕が聞いた話だともうかなりもうスタッフもね気合入っててね、みんな、はい、まあもちろん誰も緩んでないですよ。試合後ですよ。どうだったんですか。ま、誰一人こう喋ってはなかったです。堀田さん、
声小さいですよ、生配信ですからね。そんな声張って言えるようなことでもいや、明後日は試合がありますからね、はい、もうね、もうそれはあの笑い話にはなりませんけど、でもそういうのはしっかりこう向き合っていかないと。今日僕も迷いました。見てください、この台本みたいなのありますけど、空欄ですよ。もう天皇杯の反省会ってしか書いてませんから今日は。まあ、この後明るいニュースがたくさんありますんで、まあね、来年に向けてこれリーグ戦に集中して、今ならまだ全然始まったばっかりですから行きましょうね、はい、今勝ち点9、はい、3勝そうでしょう、はい、そうでしょう、そうです、そうでしょう、今何考えた、3勝何敗だっけ、そうです、3勝、まあ3勝5敗っす、うん、5敗ぐらいね、はい、まあでもこれまだ夏前ですから、夏好きでしょ、あ、僕ですか、うん、大好きです、夏好きでしょ、はい、堀田さんは大好きです、いや、あんまり好きそうじゃない今あんまり好きそうじゃないよ、正直に、正直に、暑さには弱いです暑さに僕はですけどね、あ、じゃあ暑さ対策だから、だからキーパーやってる感じですね、だからそうなの、いや、わかんないですけど、きっかけは何、暑さに弱いからキーパーになろうとしたの、いやでも本当暑いのは弱いで、頭とか痛くなっちゃうんで、あ、もう熱中症みたいな、熱中症みたいな、もう昔からですそれはそれはちょっといい感じのさ、涼める、もう若林くん的な帽子かぶってさ、あ、確かに、あれキーパーっていまだにかぶる人いなかった、いや、いない、いないですね、もういない、あれダメなのかな、いや、ダメではないと思いますけど、うん、うん、もうホッタスタイルでいいんじゃない、今はいないですね、いや、ちょっと恥ずかしいっすわキャップずっとちょっとダゾーンとかで抜かれたシーンは自分で見たくないっすね、いや、いいじゃない、いや、ちょっとキャップのゴールキーパーいるっつってさなんでかぶんなくなったの、いや、邪魔なの、なんでなんすかね、あれ、コウタンがもうサッカー始めた頃ってもうキャップかぶってるキーパーいなかった、いや、いたんじゃないですかね、ちっちゃい子かぶってないっすか、小学生とかね、はい、かぶってたと思いますよ、堀田の時はいなかったの、小学生ぐらいまではいました、あ、いた、みんな脱ぎ出すんだね、はい、中学校とかになるとね、かっこよくはないからじゃないですか、やっぱそうなんだろうね、そうじゃないですか、はい、あ、そういうところあるんだろうね、暑さに弱い堀田さんですんで、夏、はい、皆さんそういったところも見ていただいて、はい、お願いいたします、さあ、ということで、反省もしましてですね、次回に向けてしっかりいこうかなと思うんですが、堀田さん、怪我とか大丈夫ですか、はい、大丈夫です、大丈夫ですか、はい、食欲とかも大丈夫ですか、食欲は結構あります、あ、本当、はい、大丈夫です、今のところ、調子は、調子も、まあ、悪くないですね、個人的には、ほら、結構早めに得点もさ、この間のごっつぁん的なリーグ戦でね、はい、ただホームでやっぱり得点欲しくないですか、そうですね、欲しいです ね、やっぱり好きなあの左からのペナルティーエリアちょっと外の右からのシュート、ちょっと遠めのやつ、はい、ズバッと決めてくださいよ、はい、狙っていきます、狙ってください、お願いします、はい、お父さんは迷いなく、はい、もう犬飼っちゃえば、いや、ちょっと家開ける時間多いんでちょっと犬はかわいそうなんですね、それは事務所にさ、もう繋いでる駐車場広いじゃんフロントスタッフに面倒見てもらう首輪して、で、あのワイヤー線を引っ張って30メートルぐらいで、あの手綱をこう置いて2メーターぐらいの、昔そういう家犬飼ってる人いたけどもうそれでいいんじゃない、いいっすよ、そうですね、チームで飼ってもらえたしね、癒されに事務所に行けるそれがいいと思うよ、はい、ね、あとあの NCV にあるさ、ちょっとペッパー君とか借りてさ、あペッパー君と喋るんですか、そうそうそう、家でそれ家でさ、どうしたの、ナイキ君なんて言ってさいろいろ、いや、ちょっと外から見たとき嫌ですねちょっとで癒されてくださいよ、はい、お願いします、さあ、そして、NCV の話が出ましたんで忘れないうちに言っておきましょう、 NCV つながリンクのチラシができました、はい、新しくなりました、僕上に忘れてきちゃったみたいなんですけど、ありますか、ポスター皆さん、ご覧いただけたかなと思うんですが、大きなポスターでも構わないんですけど、ですね、真ん中に松田監督で、選手が乗ってるつながリンクのポスターができまして、それを福島市内さまざまなところに貼り出していきたいと思います、はい、あ、お借りしましょう、はい、ありがとうございます、こちらです、はい、これです、
どれですか。見ます。あの、あれじゃないですか。はい、こちらになります。はい。あら、ホットさんはいらっしゃいますけど。はい、ってますね。あれ、いないの。いないっすね。いないな、これに使われてないな。使われてないんですよね。あら、おかしいな。いやいやいや、これはまあ使われるようにまた。もっと頑張んなきゃいけないですね。そうですね、星さんこれないですよ。はい。使われるように頑張ります。ホットさん使われてますよ。はい、注目はその佐賀さんの腕の血管数。これすげえな、うん、これすごいね。あと若の膝のカサカサ具合かわいそうや。3月ぐらいだからで寒いんだから乾燥がねね、しょうがないよこれは。これ許してやってよ。かわいそう、いないとこでいじんない、ね、いや明日言います。まあ確かにな、有事そうだもんな、若さそうだな。はい、できましたんでぜひ、こちら、はい、手に取ってください。見かけましたら手に取ってください。そしてユナテレのホームページも出来上がりまして、ユナテレの情報とか、あとは生配信で後日、皆さんに見ていただけるようにアーカイブとしてもご覧いただけますので、ユナテレもぜひチェックしていただければと思います。で、あの、一つ情報がありまして、これ全然サッカーと関係ないんですけど、福島県の農産物を応援しているという観点から、なんと今日福島県の、お酒信州鑑評会で金賞受賞数7年連続日本一になりました。やったー、やりました。我々もお酒売ってますから、これは嬉しいことですね。その中で、福島市の金泉賞さんも金賞を受賞してます。おめでとうございます。いやー、明るいニュースありましたよ。嬉しいですね。嬉しいですね。よかった。嬉しいでしょ。よかったです。日本酒とか飲みますか。飲みますね。はい。そういう。飲みます飲みます。飲み会とか、こうだもん。そうですね。はい。ああ、まあ。でもみんなは飲んでる。一緒に行ったりすると飲みます、たぶん。あ、そう。あとコム君とか岡君とかも、うん、好きですね。日本酒好き。はい、ああ、じゃあちょっと応援して。まあ飲みすぎない。シーズン終了後とかね、まあ、そういうことになるとは思いますけど、はい。はい、7年連続、これは初めてなんですって。そういうことが、これ嬉しいニュースあったから、これは後押しになるでしょ、堀田さん。なりますね、はい、星さんどうですか、なりますか。なります。なりますね。なります。なりますよ。ます、いいニュース、どんどん我々のもう我がこととしてやりましょう。それは嬉しいですね。はい、よかった。あ、よかったな。いやー、ね、本当にすみませんでした。日曜日、皆さんと同じような、選手ももちろんなんですが、本当みんな同じ気持ちでしたね。ただリーグ戦長野戦がありますんで、5月19日日曜日です。で、いろんなまたグッズもあるということですので、この方に登場していただきたいと思います。福島ユナイテッド FC 営業のキム・コンチョンさんに登場していただきましょう。キムさん、よろしくお願いします。あら、椅子も運んでいただいて、ではちょっと掘った中に来ますか。ちょっとね、いやいや、ドラさんなんか、あの、ドラさん的には何か、営業的には何かありましたか。いや、もう今週はこうお伺いしてさせていただく時にもう、はい、ドア入ると手震えてましたねアポは取ったもののまあやっぱり、でもあれですね、やっぱり皆さんこう、いや、リーグ戦集中して頑張ってくれと、はい、おっしゃっていただきました。もうそれしかないもん、ね、いや、そうですね、はい、それしかありませんから。まあ私、5月25日の天皇杯はいわき FC の DJ として、はい、それでいいんすか。もうそうですね会社で受けた仕事ですからね福島ユナイテッドの DJ として受けたんですけどね気持ちよりお金を取ったっていうこと。お金でスケジュールも切られてたんですね。スケジュールはもう切られてたわけです。そっちを取ったっていうことで。いや、私的にもですねあの決勝戦は、いや、どうなんだろうと、ちょっと大人な感じで中立で女性のそういうアナウンサーにしてしまったんですけど、それだったらもう俺がやってても変わんなかったんじゃないかなとそういう反省もありました。はい、放送部で頑張っていきましょう。リーグ戦に集中していきます。いや、そうですね、はい、5月19日、1時キックオフですね。はい、AC 長野パルセイロ決
ケチョンケチョンに JFL に上がった時はやられてましたけれども、いやー、はい、もう強かったですね。正直やっててこいつら強えって思いながらやってました。本当ふざけんなぐらいの差がありましたけどね。あの JFL の時ってコートも、いや J3 かな、 J32 年目ですか。2年目か、はい、そっか。コータで今何歳？俺今26っすね。6ですよ。あ、クソガキっすね。いや、トラ君にやりたくなった。同じこと思った。嘘。もうあの結婚していいからね、いつでも。あ、俺ですか。うん、はい、いつでも結婚していいよ。はい、本当に。今度は彼女いるの？え、そこ言います、うん、そこはちょっと、まあ、そこは、でも本当いつでも結婚していいから。はい、相手がいれば。じゃあそういう風に、なんだろう、落ち着く可能性あるじゃん。いや、なんかコウタと結婚しても面白くなさそう。面白くない。面白くない。優しいんだけど、優しいだけじゃ面白くないじゃん。ドラ君よりはいいでしょ。いや、ドラよりはいいと思う。めちゃくちゃ面白いですよ、俺と。ドラは、いや、でもドラもいつだって結婚していいから。ちょっと相手いないな。それ分かった。それ分かった、うん。お前のこと好きになるってなかなかでしょ。おい。意外とモテたりする時もあるんだよ。選手時代でしょ。そうそうそう。選手はね。そう。結構。お父さんもいつでもいいですから、結婚して。はい。犬、まあ犬はもちろん癒されますけど。ね。まあ犬は飼いますね。やめろ、犬が嫌がるわ。いやいやいや。いやでもね、犬飼うとね、僕の知り合いで、あの犬飼って、マンション飼ってっていう、そういう。もうダメじゃん。男を。もうね、全然犬に集中しちゃうの。うん、だから結婚してから犬飼った方がいいと思う。まあ、でも結婚だけが全てじゃないですか。いや、もちろんね、もちろんそれはあるけど、自分だって最近結婚したくせに。そうなんですか。最近なんですか。2年前ぐらい。あ、やっと。うるせえ、うるせえんだよ。それこそやっと。いや、うちも犬飼おうって言って、相棒が一番いいんじゃないか。今ね、結構進化してるからね。そう、もうで月3000円ぐらい通信費でかかるんですって。通信費とか言うの。いろんなデータのアップロードとかで、もはや機械やん。3000円かかるねって言ったら、うちの奥さんが、いやでもそれ餌代考えたら、餌、うん、月3000円。あ、そういうことね、そういうことね。同じことじゃないって、うん、うん、今ペティグリーチャムってあるの。なんすかペティグリーチャム。ないぞ、わかんない。いや昔ね、俺が小学生とか中学生の時はもう犬用の餌で高級品って言ったらもうペティグリーチャムだったんだよ。 あ、餌の名前。そうそうそう。で、だから今日はいいことしたからって言ってペティグリーチャムを、うん、犬もそれやっぱその高級っていうの分かってる。もう瞬殺だね。瞬殺。瞬殺。ペティグリーチャム開けたらもうすぐ食ってたね。あ、だったら乾燥した、乾燥してるのずっと残ってる。どんどんグルメになってっちゃってる。そうなの。今のは美味しいんだろうね、多分ね。美味しい。で、たまにそれすらない時は猫ママみたいな感じでなんかいろいろ味ごまかして出すんだけど、うん、何にも食わなかった。なんかお米がもったいないみたいな感じになっちゃって。まあ話はそれましたけど、それましたけど、だから犬飼ってのと一緒じゃん。ああいうのをしたら、いやだ、通信力だって餌代かかんの。いや、やっぱなんか違うじゃないですか、ロボット。自分でだって充電するらしいよ。え、充電とかもちょっとリアルですね。かわいいよね、見たことある。かわいいよね、パチクリして。いや、わかんない。そうなのかな、やっぱマイノリティなんだね、俺はね、考え方が。そうでもないと思う。そうなんだ、結構惜しいんだけどな。じゃあ、それでは行きましょう。5月19日、東方みんなのスタジアムで試合が行われます。午後1時キックオフです。第9節、9試合目になります。はい、さあ、グッズ情報からいきますか。グッズ情報からいきますか。これ、まあ、まずはスペシャルマッチ、何かありますか。キリンスペシャルマッチとなっております。はい、キリンさん関係で言いますと、はい、来場者プレゼントとして、キリン一番搾り生ビール。おお、もちろんあれですよね、二十、はい、歳以上の方。そうですね、二十歳以上の方限定で150本、先着で。先着、はい、なくなり次第終了ということ。入場館だから違うか。そうですね、入場される方はあの入場ゲートで移し替えるところがありますんで、そちらで移し替えていただいて。え、じゃあ冷えたビール冷やしてるの。まあ、おそらく冷やしてやると、はい、それ嬉しい。はい、限定150名です。はい、
で来場者プレゼントでもう一つありまして、JA 全農福島様より、はい、会津アスパラガス。あ、これは今旬ですよ。とっても美味しい。美味しいですよね、はい、本当にこれ冗談抜きで美味しい。 100g 一束を500名の方に、はい、全然わかんない、ちょっとイメージわかんない。 100g でも結構ありそうだね。 100g 多分あの一束になってるじゃないですか、はいはい、スーパーとか行っても、はい、スーパー行かないからわかんないですけど、僕は結構行ってます、はいはい、一束、一束ね、はい、を500名様に。500人？はい、もうじゃあここにいる方はみんなもらえるぐらいの話だ、はい、今日なんかすごく女性の方多いっすね。ね、なんか女性多いですね、確かにね。コウタ君、コウタ君ファンです。あの、ボソボソって言うのコウタ君ファンです。やめてくれる、こんなブサイク2人の顔。いや、悲しいね。でもほら、可愛らしいよ。もっとも可愛らしい。迷ったんだって。何ですか？いや、俺は手が届く距離だったっていうのはずっと迷ったんだってさ、ボールの動き迷っちゃったって、うん、可愛くはないですね。迷っちゃったって。最近スーパーセーブもあるから、許しちゃって。今年はまあ助けられる。トーナメントはダメだったけど、行きましょう、そのまま行きましょう、行きましょう、はい、行きましょう。ちょっと僕も胃が痛くなってきました。こちらアスパラは、JA 全農様のブースでお配りしてますんで、はい、はいはい、ぜひ、そして抽選の来場者プレゼントが、はい、マッチデープログラムの裏面に当たりシールが貼ってあるので、はい、今回は花神様よりお母さんいつもありがとうカーネーション、お、ちょっと遅めの感謝の印、はい、はい、を20名様に、はい、あ、結構、ね、いただきましたね。こちらは、ハーフタイム以降に総合案内所で引き渡しをしています。はい、あと JF 全農福島様より会津アスパラガス1キロ。お、アスパラ畑ですね。そうですね、アスパラ畑ですね、はい、1キロって結構だよ。ベーコン巻いたり塩焼きにしたり大変だ、1キロって大変よ。近所の方にお裾分けしたり、ああ、湯のなんかってうまくっちゃう。野菜食わない、野菜食わない。そりゃ3000いくわ。いいんじゃない、アスパラ。それ1食3000いく。アスパラチョコレート本人みたいな。それは民衆、民衆が、民衆が野菜大好きです。犬のダメなんだ。犬はもう肉しか食わない。肉、それは金かかる。なるほど、はい、こちらが10名様に、はい、10名の方、はい、こちらは試合終了後から総合案内所で引き渡しになります。これいつも言うんですけど、忘れる、まあ最近はないけどね。そうですね、忘れる方がいて、で、余っちゃう時もあるんですよ。でもアスパラってほら置けないから、確かに。そうするとキムさんがお持ち帰りになるっていう、はい、残念な感じ。我々スタッフが美味しくいただくっていう感じになっちゃうんでね。はい、ぜひ、はい、総合案内所です。お越しください。さあ、イベントも盛りだくさんですね。はい。早飲みキング決定戦。あっという間に終わりました、この間やったら。あの500ミリ。女性の方も参加していただいたんですが、うん、ちょっと女性と男性で分けた方がいいんじゃないかなと思うぐらい。分けた方がいいですね、あっという間でした。11時半から、はい、場外ステージを行われます、はい、2激辛キング決定戦。これ何でしたっけ、ペヤングのやつ。そうですね、ちょっと昨日かな、事務所の方で実際物を作ってちょっと僕も試食したんですけど、あれ本当に辛いよ。いや本当に辛いですもん。あれ引くよ、唇がもう痛くて痛い、震えるぐらい辛い。西野カナみたいになってました。ちょっとあれどっかで聞いたことある、うん、なんか俺いいこと言ったのかなみたいな感じになったけど、あ、確かに。でもほんと辛い、あれ。だから辛さに強い方、あれお子さんダメ、まあ、基本では女性の方辛さに辛い強いですよね。強いね、強い方はね、うん、う辛いのダメですからね。あなた、はい、あなた、はい、キムさんなのに、キムさんなのに辛いの苦手。辛いのダメなの、はい、あの二人はどうなの、辛いのって。辛いのめっちゃ好きっすね。あ、そうなの、めちゃめちゃ好きっす。やっぱグローバルなんで。本当にインチキだからね。あんま知らないんだから。韓国料理も知らないんだから、ね、本当に、はい、はい、あります。これ抽選、はい、もうじゃあ募集かけてるってこと。そうですね、募集はかけてます。多分、はい、おそらく当日でも人員が足りてなければ、はいはい、大丈夫かもしれないので、当日でも大丈夫だと思いますが、本当に辛いんで、はい、気をつけてください。これ喉にこう喉が弱い人とかは僕はおすすめしないですね、うん、
でもそんなあんまり言い過ぎると参加する人いなくなっちゃうからいやだから俺結構引いてるのよこれは。この企画はかなりいったなと。大丈夫大丈夫です。確かに天皇杯の後に来たもんね、この企画、うん、ちょっとあのちょっとトイレ近くなるかなぐらいで。そうなんですね、これはね気をつけてください。はい、はい、さあそしてあと似顔絵キング決定戦もまだまだ募集しております。これは誰の？あの選手の似顔絵をどんどん今すごくいっぱいたくさんもらっていて、はい、個性的な子供みたいな感じですごくいっぱいたくさん突っ込まんでいい小一の子供みたいな感じ、可愛かった。いやアピールしたかったんですよ。たくさんもらって嬉しいですっていうの、はい、すごくあの似てるやつから。あそうですか、個性的なやつから。これ誰やの？来てます？2人の。あ来てましたよ。あそうですか、はい、どっちの方が多いですか？俺のどっちだったっけ？嘘なかったっけ？なかったっす、なかったっす。え見たんですよ、なんか選手に、選手も投票するんですけど、うん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 、でそれ送られてきて見たんですけど、うん、俺多分なかったっす、一枚も。皆さん確か堀田の似顔絵描いてください。一筆書きでも構いません。めちゃくちゃ悲しそうな顔で言うやん、お前。今日時間があったら帰りに一筆書きでも構いませんので、いや書いてください。一筆書き最後に堀田って書いてあればそれも似顔絵でもいきますから。いや本当に、本当で選手から聞くという、はい、堀田さんのは来てないと。来てないということですね。随時受け付けておりますので、はい、はい、あとはグッズの方に参りましょうか。はい、ちょっとその前に気になるのが、はい、マン・オブ・ザ・マッチありますよ。 JA 全能さん、はい、JA 全能様から葉山高原と10キロ、これは肉好きにはたまんないんじゃない。僕はあの JA さんによく行かせていただくんですけど、担当、はい、すごく堀田をしていて、はい、担当の方が、はい、なんでなんだろう。堀田が活躍するっていうのはさ、もうなんだ PK2 本ぐらい止めるとか、止めて相手がオンゴールでっていうことぐらいだよね。確かにな。それってハラハラドキドキの展開ってことでしょ。そうです、ね、お金をされる、ね、まあ確かにすっきりはするけど90分間はもう、でもやっぱ誰かが点を取ってももう3本ぐらいもうすごいセーブしてたら多分堀田にはなると思いますよ。 そうね、そこでは堀田、はい、頑張ります。あんまなんかチームを救ったっていうセーブはまだ今シーズンないっすね。ないっすね。ない今シーズンないっす。じゃそれだね。それでも救うってことはちょっとピンチだから複雑ですけど、複雑堀田が活躍すると辛いっていう、うん、キーパーって辛いね。まあでもキーパーそういうあるべきポジションなんで、かっこいい、はい、なるほどね、まあ、これはちょっと迷っちゃったけど、ね、ちょっとしょうがないですよね。3回目ぐらい見送ってたからね。めっちゃ言うね。それはしょうがない、で、あ、でグッズいきましょう、はい、グッズいきましょう、はい、グッズいきましょう、はい、はい、じゃあまず何からいきましょう。これいきましょう、はい、はい、これ何ですか。新しい T シャツ、ナンバー T シャツになります。ナンバー T ができました。はい、はい、はい、いや、でも前回のこのものと、はい、はい、順番入ってます。エンブレムも白黒ですが入ってます。白黒じゃないか、赤黒ですが入ってます。はい、疲れてますね。2班ぐらい使ったんですかね、これはね。そうですね。あ、3班、3つか、でもこれぐらいの班はできるかな。はい、さあこれがおいくらでしょうか。皆さんにたくさん来ていただきたいんで、いくらだったら買う。いくらだったら買う。高め設定でお願いします、星さん。4000、ね、結構出すね。4000ぐらい買います。さあドラさんおいくらですか。これは3130円。お、安く感じますね。安い。この間のベースボールシャツよりは安いですね。安いですね、はいはい、あれがいくらでしたっけ。4000のイメージ。高い、いやでもあれ結構可愛いですよ、やっぱり女の子とかが着てると。いや可愛い子とかさ、似合う。こういうなんかおっさんが着てるとあれですけど、ちょっとね、あれ透け感あるのね。そして透け感あります。このこれからの時期いいんじゃないですか、透け感で。はい、君はだから裸で歩きなさいよ。エグザイルみたいになってる。来てくださいよ。あと2人はもうお腹とか出てるから練習の前後で歩きてください。終わった後前後、前後、まあ、あの練習に行く時と帰る時で、うん、買い取りで、ほら夏弱いから、うん、あれ涼しいと、涼しいから、うん、あの来てくださいよ。ぜひ。さあこれです。ベースボール、シャツはもう売ってます。はいはい。そしてなんと初じゃないですか。はい、セサミストリートとの
はい、コラボグッズなんですけど、コラボのトートバッグできました。こちら限定100個となっております。100個です。何が入るんでしょうか。何でも入りますよ。そこはそんなにこう広がりますね。パソコンは入れてみましょう。全然入るでしょ。あ、パソコン、はい、入ります。ちょうどお、T シャツ、はい、はい。じゃあ NCV のこのつながリンクのチラシ、くしゃくしゃになるから、くしゃくしゃになるから、これは入りますかね。お、入りますね。うん、小旅行にいいんじゃないですか、これ。いいですね。はい。ちっちゃいっていう声も拾いますからね。でもあんまりここでね、なんか言うと俺いつも事務所帰ってグッズ担当に怒られるんですよね。ちょっとやめてくださいね。はい、これが、はい、セサミストリート初じゃないですか、コラボ。はい。おいくらでしょうか。こちらが、はい、2500円になります。2500円です。おー、これはさっき情報聞いたんですけど、やっぱセサミストリートさんとかとコラボするとその生地とかもしっかりこだわらなきゃいけない。そういうね、セサミストリートさんの力も借りてますから。はい、僕セサミストリートも好きなんですけど、ぜひあの今後シンプソンズやってもらいたいですね。ああ、いいですね。はい、ちょっと大人のあの漫画、クレイジーな感じですけど、はい、完全に市場が入ってるやつ。はい、ぜひお願いします、はい、あとこちら、はい、どうした、キーホルダー、アクリルキーホルダーですね。アクリルキーホルダーはもうこれもあのセサミストリートとのコラボです。はい、限定こちらも100個になっております。はい、見えるか、近く、バンバン、こちらが、あ、こうだったんです。はい、はい、これいくらですか。なんと、はい、900円になっております。900円ですね。安い。1000円いかないんですね。はい、900円ですか。牛タン定食ぐらい。いや、牛タン定食は全然いきますよ。もうちょっといきます。いきますよ、うん、900円の牛タン定食が薄くなっちゃっても全然ダメですよ。確かに先週定食ついてこない、味噌汁になっちゃう。やっぱ1300円はやっぱ出さないと。確かに先週食べた牛タン定食2000円しました。結構いいやつ食ってるじゃん。美味しかった。何の話をしとんの。まあこの3つが新しい、はい、はい、新しいグッズですので、皆さんぜひご購入ください。特にこのセサミストリートのコラボ商品は限定ですから、お早めにお買い求めください。これまたコラボしたグッズがたくさん売れるとまた違うキャラと思う。うちもやってくださいっていうのもあるかもしれないんで。本当ですか。はい、ぜひご購入ください。ももりん、ももりんもうコラボしてますからね。はい、キャラクター系多いですよね、はい、ぜひね、こういったところもありますので、お買い求めいただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、で、そういった意味ではですね、あの試合終了後のゴミ拾い活動 LTO っていうのがありまして、今節からですね、はい、なんと参加していただいた皆さんに、30分のゴミ拾い終了後に選手のコラボカードっていうのを作成しました。はい、これはもう LTO に参加した人しかもらえない、はい、そうです。あのどの選手がというのはなくて当日のお楽しみなんですけれども、11名プラスワイルドカード、まあ、大体分かりますね。まあ、11種類は選手、はい、であとの1種類がハズレ。ハズレじゃねえわ。当たりだわ、むしろ当たりだわ。あれはほらもうこの反応でもう誰があれは当たりです。はい、もしかしたらそのハズレのカードの時はごめんなさい。ハズレ違います。完全に当たりでした。なんかちょっとハゲたおじさんが乗ってまあそれは否定しません。そこは否定しませんが、大当たりで、あれは、あれは大当たりですから、はい、ワイルドカードありますので皆さんぜひご参加いただければと思います。試合終了後、総合案内所の近くで、みんなで赤のトング、赤のゴミ拾い、参加したことないでしょ。いや、ありますよ、俺。あ、ほっとある。1年目とかはもう、しょっちゅうしょっちゅうゴミ拾ってた。はい、レギュラーでした。あ、レギュラー、LTO レギュラー。はい、そっからだもんね。そっからだもん。頑張ろう。頑張ります。ぜひご参加ください。もちろん、あの無料です。6月の最初、6月にゴミ拾いマスターの表彰式を行いますので、で来年も続く予定ですとなっております。6月の30日から、はい、表彰式あります。はい、ということで、グッズ情報は以上ですか。以上です。はい、11時開門、1時キックオフ、1時3分ですかね。1時3分、はい、ダゾーンの中継がありますので、はい、3分の、キックオフとなります。ぜひお越しください。お待ちしてます。お待ちします。
晴れるといいですね。そうですね、なんかちょっと最近でもすごく暑い日が続くんで。いやあと雨がさ、確かに、いや昨日でしたっけ、一昨日か、僕郡山いたから食らいましたよ。郡山すごかったんですか。いやいや、もう川だわ、川、もう道路が川。郡山って結構冠水するよ、ね、冠水するのよ。そう、雨が降らないように願ってます私。じゃあそろそろ時間なんでね、はい、お父さん改めて目標と、なんか何でもいいんで、何でもいいですもん、はい、何でもいいんで書いてください。目標とかも言いません。めっちゃ振りめちゃめちゃできそうやな。いやもう堀田さんの前はもう何でもいいです。で河田さんにも、河田さん今シーズンリーグに集中するためにですね、なんか書いててもらいましょう。なんかあれこのスタイル忘れました、まあ、例えばフォワードであれば今年何点以上取れるとか、どう活躍するみたいな。一言パンでも構いませんし、もう長く書いてもらっても構いませんよ。俺の好きなところとかでも別にいいよ。それでももちろん構いません。ちょっと書ききれないと思うけど、ちょっと出てこないよ。まあその間我々はなんかね無駄な話をしていこうかなと思いますけれどもね、はい、この後、まあ毎回ではないんですが、前回は5月のゴールデンウィークは初めて収録という形でユナテレを放送させていただきました。練習終わった後に若手の選手とかですね、昼ご飯の前にインタビューさせていただいたんですが、今日は生配信また戻っております。で大体これぐらいのお時間40分ぐらいお話しさせていただいて、で終わった後は抽選会やってます。選手2人のサインが入った、ボール、これ本物のサッカーボールというより1号球ですね。 1号、はい、あれ使うの、実際使いはしない、飾る用ですね、はいはい、飾る用のこれですね、はい、こちら1名抽選でプレゼントしてます。はい、結構倍率はだからいいですよ ね、 そうですね、当たりますね皆さんね、はい、参加していただければと思います。でサインこれですよ、これサインいる、これサインに見えました。いいよ別にサイン。こちらもよろしくお願いします。さあそれでは堀田さんからいきますか。堀田さん声を張っていただいて、カメラはじゃあセンターでいいですか。はい、じゃあはい、あのカメラでお願いします。じゃあ堀田さんが出します、どうぞ。無失点勝利です。おお。無理やりだった無理やりだった。今年まだない、まだ、ほんとないっすね。ないこと、じゃあ無失点の試合がない、9試合連続失点中っすね。誇るな、誇るな、お前そんなこと。9試合連続失点中な、みんな分かってるよ、それは。みんな分かってる。そう、この無失点っていうのは確かにね、確かにね。まあ、キーパーだけのせいではないですけど、はい、ちょっとフォローしてやったぞ。今なんか優しいなと思って。ありがとうございます。ドラさんは選手だからちょっと厳しくね、優しく厳しく、ありますから無失点。さあそして星さん、はい、チームを勝たせる。字も汚いし、もう本当に、はい、チームを勝たせる、そのためには、そのためには、はい、点取ります。ちょっと見たいですね。点何点ぐらい欲しいよ、ほった。2桁。ああ、1試合ですか。1試合。2桁の試合はそれはそれで面白くない。確かに。1試合2桁入ったら、もうだらーっとなってる。多分後半15分みんな帰ってる。ああ、今日は勝った、みたいになっちゃう。それはね、それはまあシーズン通して2桁取ってもらいたいってことだよね。まあ、1試合3点取れれば、いや1点で十分ですよ。そこは言わないんだよ。無失点そこは言わないんだよ、ね、いや、まあそうですね、じゃあ3点取ってもらえばもう、ね、ちょっと、まあ1点ぐらい入れられてもまあ勝ったみたいな感じだそうです。3-0で圧倒的に勝つっていう。あ、なるほどね、はい、観客の皆さんを安心させてっていうことね。1-0でこう緊迫した試合より、でも無失点だったらもう1点取ってもらったら、まあ、勝ちは勝ちですけど、こう楽しんでもらうためには、ね、あ、なるほどね、はい、もっとたくさん点数取ってね。そうですね。ユージは今年何点取ったの。どっち、俺コータなんだけど、まあ、すいません、ややこしいんだ。どっちの振りでいいか、本当にユージの振りでいいか聞いてんのかと思った。俺ガチで答えそうだった。そっちこの後取りましたか。まあ1点だけなんで、まだボタンゴール
ごっつん。でもこのごっつんできるところにいたっていう、まあ、確かにね、ありがとうございます、ね、ごっつんはほらごっつんに近いのも外しちゃう時だってあるでしょ、はい、まさきか違う今まさきの顔がバコーン浮かんできましたよ、ね、今ものすごいシュート練習してると思います終わった後シュート練習してると思いますんで、もうここはじゃあしっかりですよ、リーグ戦集中してまたサポーターの皆さんに喜んでもらえるような試合にしていきましょう ね、 うね、はい、よろしくお願いします、はい、実家に帰らないようにしよう、そうですね、ね、できれば、はい、できれば、できれば別にいいよ、そういうことで癒される機会がない、そうですね、はい、近いからさ、近い、帰っちゃうのよ、すぐ、いや、無失点勝利するまでもう実家には帰らないっていうぐらい、犬禁止、なんていうんだっけ、犬の名前、ねね、ねね禁止、ねね石鹸禁止ね、ねね何犬なん、ミニチュアダックスと、まあ、ミックスですね、フレンチブルのミックス、うん、小さくて可愛いね、僕は柴犬が好きですけどね、あ、それは別に、あの哀愁のある、あなたは大丈夫です、あなたは大丈夫です、さあということで5月19日あさって東方みんなのスタジアムで皆さんのお越しお待ちしています。そして次のユナテレですが、6月9日に相模原とのホームゲームがありますので、その前に、はい、行いたいと思います。また、ツイッター、SNS で発表していきますので、どうぞご参加いただければと思います。ということで堀田さんは無失点勝利、そして琴さんはチームを勝たせる、26歳ですから、26歳ですね、もう中軸ですよ、はい、お願いします、はい、期待してます、はいはい、ということで今日は堀田選手、星選手にお越しいただきました。19日以降ね、本当ね、はい、もう切り替えたのも、はい、全部出したからね、はい、こうやってサポーターさんの前でなかなかこう言うっていうのはね、ないですね、聞かれないよねなのでもうすっきりしましたか。しました。本当ですか、はい、あ、声もあのオープニングの時より張ってますから、はい、ドラさんすっきりしましたか。僕、はい、まあ、うん、しましたか。まあ、コウタさんはすっきりしましたか。しました。しましたね、はい、はい、ということで、なんとなく、あ、このブッキングでって言ってちょっと暗い顔で来たコウタさんも笑顔で、今日はぐっすり実家帰んないよね今日。いやいや、明日練習あるからこのまま行って実家から行こうかな、ないよね。行けますけど行ける、やれるからやれますけど、うん、それないね、そんなことはしないです、今日はね、はいはい、ということで、ぜひ皆さん東方みんなのスタジアム来てください。そして、次回のユナテレもお越しください。お待ちしています、堀田選手、そして星選手、ありがとうございました。また次回です。じゃあ手振りましょう。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。